はい、こんにちは、まめと申します。スクールボーイズ夢の岬さん編実況プレイやっていきたいと思います。今回からしんちゃん編やっていきたいと思います。石尾班、とうとう最後の班に来ちゃいましたよ。楽しみすぎます。石尾班に行ってみるぞっと。お岬祭までもうあと1週間もないため、そう悠長に構えてなどいられませんと。さて、ここに集まっている我々は衣装班なわけですが、2クラス全員分の衣装を用意するにはかなりのお金や時間を費やさざる得ないでしょう。それゆえ、これから慎重かつ迅速に話を進める必要があります。んで、2人ともどんな衣装がいい？はいはーい。衣装はお店の印象を決定づける非常に重要なポイントだと思うので、ここはド派手にかわした方がいいと思います。だよな。他のクラスとはしっかり差をつけなくちゃね。派手ってんなら前にしんちゃんがくれたあのエッチな衣装みんなに着せちゃう。ああ、猫耳、ビキニ、蝶ネクタイプラスアルファのやつ？プラスアルファって何？待って、猫耳、ビキニ、蝶ネクタイプラスアルファ？そんなのあったっけ？いいね、いいね。あ、でもあれを揃えるには結構お金がかかるんですぜ。っていうか、そんなことしたらオイラの知り合いのあの人たちが喫茶店占領しちゃうべ、絶対。まあどんな衣装でも居座るかもしれないけど、しんちゃんの知り合いって銭湯屋の噂の常連さん？うわい、マジでその人たち来ちゃうんだ。いやん、どうしよう、俺セクハラされるかな、怖え。なんて言って実は興味あるくせにないし、全然ないし。俺はもうそういうの卒業したもん。なんとか言っちゃってさ。まあそこら辺は自重するよう言っておくから、きっと大丈夫っしょ。ふーん、ちょっと残念そうだぞ、ともきゅん。あー、今がっかりしたっしょ。やっぱともちはビッチ太郎だな。違うし、全然違うし。しんちゃんと一緒にしないでください。あ、なんだこれは。全く会話についていけん。俺の思い描いてた中学生男子はもっとピュアで清純で硬派で無垢な少年、シロちゃんみたいな。中学生時代も大人の世界を知らないチェリーボーイばかりだったのに、さっきのトイレの件でも思ったが、今時の中学生はこんななのか。でも今時のね、小学生でも進んでますよね、結構。でもこれはこれでありかも。そういえば電マくんは元気にしてるの？元気元気、超元気。今日も朝からブイブイ言わせてやったぜ。そういうしんちゃんちのおなほちゃんは元気なの？バリバリ元気。昨晩たっぷり注いでやったぜ。もうやばい、この2人の会話。でんまおなほ、落ち着け。俺素数を数えるんだ。そう、きっと何かの聞き間違いさ。そうか、最近の若いたちの流行りの略語でたまたまあれと重なっただけ。じゃあ電マは電マ何の略詞なんだよ。でも最近振動弱まってきちゃってるんだよね。寿命かな。新しく買い直そっかな。おいらも使ってたローションがもうすぐ切れちゃうんだよね。今度買い足さないと。おもちゃだよ。これ完全にあのおもちゃを指してるよ。高校生にもなって、少年週刊誌の些細なサービスシーンで処理していた自分がなんだか情けなくなってきたよ。あ、いや待てよ。これは後期じゃないか。あの時は選べなかったもう一つの道へ進める絶好のチャンス。よーし、中学生ブスだマメをこの子たちと共にピンクの世界へ羽ばたいてやろうじゃねえか。二人ともさ、今から機械や道具や機械に身を委ねてたら、この先対人じゃ満足いかない体になっちまうぜ。マミオさん、道具になんて頼らずとも俺たちをもっともっと気持ちよくさせてくれるものが近くにあるじゃねえか。そう、俺たち自身さ。って言っても自分で慰めるってことじゃねえぞ。他人にやってもらうって意味だ。つまり自分の体で他人を慰め、慰めていいのかな。他人の体で自分を慰める、それこそ最高の快感というもんだぜ。ほうほう、どうだい、興味ないかい。最高の快感に興味あるやつ、この指とまれ。はいはーい可愛すぎて。よーし、そんじゃ物ども俺に続けい。最高の快感を互いに分かち合い、まだ感じ合おうではないか。おおやかましい3段階やられました。しのぶきゅん、席の鉄槌ありがとう。まだお昼、ここ教室、委員として仕事中。 TPO 以上。はい、すいませんでした、しのぶさん。トイレで感じさせた発揮を放ったまま、しのぶは去っていった。では、気を取り直して、衣装について話し合いを進めていきたいと思います。その後、俺たちは真面目に話し合って、予算については実際にお店へ足を運んで考えることにし、とりあえず各々衣装のデザインをスケッチブックに書いてみることにした。マメオのその絵何？頭から手生えてるじゃん私と同じで絵心がすごいんですね。もうピカソもびっくり。本当だ、すっげえ、ある意味芸術だ。ほっといてくれ、俺には昔っから絵心ってのがねえんだ。冷やかされた俺は友と慎太郎が描いた絵に対し感想や意見を言う役割に回ったと。さすが発想力豊かな若者のデザインだ。理想、無理があったり現実的でなかったりするけど、どれも斬新で新鮮だ。それにキャッキャはしゃぐ少年の姿は目の保養になる。確かに。しばらくしてそろそろ4時を回ろうとする頃、案を出し尽くした俺たちの班の活動はただのお絵描き大会になっていたと。周りから見ると他のグループも一段落ついてそれぞれ休憩に入っている。はあ、ちょっと俺席外してもいい？話も進んだし休憩タイムにしようぜ。そうだね、本格的に動くのは明日からってことで。さて俺はどうしようかと。今回はしんちゃんルートなので、まあ多分教室を出たらしのぶのところに行くともきゅんがいるんだろうけど、教室に残ってしんちゃんと相引きをしたいと思います。動くのもだるいし教室に残るかじじくせえな。改めて机の上に置かれた絵を眺める。俺は、論外として友より慎太郎の方が圧倒的に上手だな。でもね、ともきゅんもうまいんだよね。しんちゃんのでも絵もねすごいんだよね。なんか年賀状に龍の絵を描いてたんだけど、めちゃくちゃうまいんです。慎太郎くんって絵がうまいね。そういうの好きなの？まあね、おいらアニメや漫画大好きだし。そうなんだ、俺も結構そういうの見るよ。魔法少女まどかマジカなんて知ってる？まあ見るね。あれはびっくりしましたよ、初めの方からみたいな。魔法少女まどかマジカとは一部の層に人気の深夜アニメである。魔法少年だったら俺の中ではさらに株が上がったのに。知ってる知ってる、あれ超面白いよね。今後の展開が気になるよ。あ、九太郎死ねおお、まさか彼も見ているとは。しかしこうやって共通の話題で盛り上がれるのは実に嬉しい。この子とは趣味が合いそうだぜ。のりくんとゆっぴーはもっとぐちゃぐちゃにされるべき。まだ絵を描いてるのか。楽しそうだな。どれどれ何を描いてるのかな。慎太郎くん、そのキャラクターって。あはは、そっち。ゆうひちゃんとのりくんね。そしてでんまくんに縛られてる。これ？さすがにまめおちゃんも知らないんじゃないかな。見習い魔術師の任務って漫画キャラだよ。え、知ってるよ。もちろん知ってるともさ。前科持ってるよ。毎度息子がお世話になっております。マジで？まさかまめおちゃんも読んでるとは。なんだそれなら早く言ってよ。だってあれさ、ほら大人向けっぽいし、その内容があれだからさ、もう職種とかでぐちゃぐちゃだもんね。はい、もしかして慎太郎くんそういうの好きなの？もちろん大好きです。大の大好物ですよ。さっき言ったまどかマジカも魔法少年だったらと思う。俺と同じこと考えてる。こいつ頭げた。ショタのショタコンか。この子はなんとけしからん。よもやこのようなところで同志に巡り合えるとは。ともっちは別にショタ好きじゃないからいまいち話せなかったけど、これからは一緒にショタ萌えトークで盛り上がろうず。うんうん、こちらこそ。オフラインでは杞憂なショタコン仲間との解雇に俺たちは思わず熱い握手を交わした。見習い魔術師の作者はなかなか絵柄が定まらないんだよね。初期と今の絵が違いすぎるっしょ。確かに初期は影が多くて、今はそれが薄れてすっきりしたね。絵柄の好みは人それぞれだから、この変化には賛否両論あるけど、それだけ多くの人の好みに対応できるってことかな。いや本当にスクールボーイズもですね、すごい歩みになると絵柄がねまた全然違うんですよ。なんかね歩みになってなんかねアニメチックになって、なんかほんと生き生きしてるって感じがして、でもねこっちも好きなんだけどどっちも好き。結局は。はい、なるほどね。全巻持ってればそれのどれかに好みの絵柄があるみたいな。そうそう。ちなみに俺は初期派。全体的に黒っぽい分ショタの美肌が際立つというか。オイラは今の方が好きだな。初期はごちゃごちゃしすぎだから今の方が読みやすいよ。ダークな雰囲気とか SM っぽさはちょっと劣るけど、読みやすいといえばあの作者の日本語って面白いよね。間違ってなくても言い回しが変でちょっと読みづらいかも。あーわかる。実際誤字や脱字も多いし、エロシーンでやられるとなえる。そういえばエロシーンも職種とか機械とか特殊だよね。作者は V ラインが好きでゆっぴーのビキニ推しみたいだけど、俺はあんまり共パン系は興味ないかな。お主は分かってない。マントの下のビキニ、あれがいいのに。熱いぜ。燃え盛って。中学生ですでにこれだけ語り合うことができるなんて、これじゃ子供の皮をかぶった大人じゃないか。いや、俺はそうなんだけど、中学生なのにこんな話ができるなんてびっくりしたよ。慎太郎くんって子供じゃないみたいだね。それはお互い様でしょ。アダルトチルドレンっての。まめおちゃんこそ中身30くらいの大人なんじゃないの？どこぞの同人誌でもあったよ。中学生にしか見えない大人ネタ。失礼な。俺はまだ25歳だ。アダルトチルドレンも意味が違うわい。25？ しまった。なんてね。あははは、冗談だってばよ。やけに中途半端なジョークだね。でもさ、本当にこういうことがあったら面白いのにね。見た目は子供、頭脳は大人、どこぞの名探偵くんみたいにさ。てか、あの子も可愛いよね。メガネショタ万歳。あんな顔してエッチなことは全部知ってるとかたまらんちん。うお、また同じこと言ってるし。何これ、デスティニー？この一心伝心の中なら本当のことを言ってもいいんじゃないか？慎太郎なら分かって信じてくれる気がする。っていうか、もしかしたら慎太郎も俺と同じく実は大人なのでは？そもそも俺はなんでこのことを秘密にしているんだろう。いかにリアルとはいえ、どうせ夢の中じゃないか。えい、ママよ。慎太郎くん、ちょっとトイレ行こう。秘密の話があるんだ。またトイレでちょめちん？まったくマメオちゃんは。いいから。おどける慎太郎を教室から強引に連れ出し、俺たちはトイレへと向かったと。トイレに入って俺はゆっくりと話し始めた。慎太郎、実は俺、本当に中身が25歳で、外面が中学生なんだ。正直に言うと、外見だけ中学生に戻ってるんだけど。慎太郎は何も言わず、いつになく神妙な面持ちで聞いている。何か考えているんだろうか。それで、さっきの話をしている時に思ったんだけど、実は慎太郎も一緒で、中身は大人なんじゃないかって。そこまで言いかけたところで、やっと慎太郎が口を開いた。違う。おい。残念だけど。おいらは正真正銘の14歳だよ。中身が大人なんかじゃない。あ、そっか。あ、そうだよね。で、マメオの話だけど、証拠はあるの？証拠？うん。マメオの中身が大人だっていう証拠。そんな話を急にされても誰も信じないと思うよ。慎太郎の言っていることは完全な正論だった。こんな話、にわかに信じられるはずがない。それは分かっていた。でも、それでも慎太郎なら、他の子と違い、受け入れてくれるとも思っていた。証拠は、夜あたりを失い、俺の目線がふらふらと宙をさまよう。頭が真っ白になる。夢だと高をくくっていたけれど。信じてもらえないことがこんなにショックなんて。まあ、でもあれ、美咲祭の七不思議みたいなの、また言えばいいんじゃない？あ、言っておくけど、エッチはダメだからね。ダメだよね、エッチ。って、はぁ？慎太郎の思いがけない発言にポカンとする。いやー、マメオちゃんなら、体で示すとか言って、そういう流れに持ち込みそうなんだもん。ただ悪いけど、エッチのテクは証拠にならないよ。大人顔負けのテクを持ってる子供だっているんだから、しんちゃんみたいに。慎太郎は得意げに自分の胸を叩いた。その発想はなかった、俺としたことが。くそー。見た目だけじゃなく、発想の柔軟さも若返れば。いや、まだだ。まだここからだって持っていける。俺はまだ若い。ほほう。それじゃあ、その大人顔負けのテクを見せてもらおうか。でなきゃ、そんな子供はいないことになるから、俺がテクを見せつけることで大人だって証明しちゃうぜ。え、言うな、お主。まったくもう仕方ないな。そう言って、慎太郎がワイシャツのボタンに手をかける。これは、来た！なんてね。そうは問屋がおろしませんぜ、旦那。ボタンにかけた手を止め、慎太郎がニッと笑った。もうしんちゃん最高でござる。このじらしプレイ。それじゃ、どっちにしろ、マメオちゃんの思うツボで面白くないし。どう？おいらがこれから、マメオちゃんを観察していって、本当に中身が大人かどうか、見極めてやんよ。あ、それって、俺の言ったことを受け入れてくれるってこと？まあね。全肯定じゃないけど、マメオちゃんは嘘をつくのが下手そうだし、可能性はゼロじゃないと思ってるよ。ほら、おいらこういう漫画みたいな展開って好きだもん。なるほどな。ルーティンな学校生活のスパイスとしてこの展開を楽しもうってわけか。さーて、話も一段落したし、そろそろ教室に戻るとしますか。ふと時計を見ると、針は4時25分を指していた。もうそんな時間か。なんだかあっという間だったな。俺は落ち込んでいたのに、慎太郎節でいつの間にか立ち直っていた。俺が絶対優勢だったのに、慎太郎節でいつの間にか逆転されていた。この子と一緒だったからこんな時間も短く感じるんだ。俺は不思議な魅力を持つ慎太郎をなんだか頼もしく感じていた。しんちゃんほんと頼もしいですよね。中身は大人じゃなくてもその話を信じてくれることが嬉しかった。家帰ったら銭湯の仕事が待ってるお。今日はあれだしお掃除めんどくせえ。慎太郎が一人ごちる。ああ、そういえばさっきともくんと話してたけど、慎太郎って実家が銭湯屋なんだね。すごいな。別に大したことじゃないよ、ボロいし。もはや常連さんしか来ないし。もしよかったら、まみおちゃんも一度おいでよ。おいしいおでんをごちそうするよ。おでんなんてあるの？ちょっとした食堂を設けてあるよ。そうした方がお客さんも喜ぶからね。そうなんだ。それじゃあ早速今日行ってみようかな。まだお別れするのは名残惜しい。あわよくばサービスで背中流しなんて。あ、今日はダメ。どうして？いや、とにかく今日はダメなの。明日おいで、明日。それか明後日？うん、わかった。これは予想外だった。なんでだろう。今日土曜日なのかな？さっきのあれってのと関係あるのかな？俺が、顎に手を当てて考えていると、トイレを出て、出かけた慎太郎が振り返った。いやん、サービスショットを噛んだし、サービスショットを忘れないしんちゃん素敵。マメお兄さん、おいら見かけ子供の大人テクには興味あるし、大人が子供の姿でどれだけ繕えるか、よがり乱れるか見てみたいな。そう言うと彼はワイシャツのボタンを一つ外してみせ、軽快なステップでトイレから出ていったと。これは絶対に何が何でも信じさせてやる。やらねばならぬのだ、ショタコンとして。俺は密かな決意を胸に秘め、慎太郎を追って教室へ戻ったと。慎太郎、慎太郎。ともっち、何一発ここでパコっちゃうけ。そーらどうしたの、大丈夫ともくん。さっきから何か当たってるよ。翼ともきゃん、僕まだ心の準備が。あひひひ。おい、なんかあいついつにも増しておかしいぞ。慰め行為を自粛した結果ああなったらしい。幼なじみとして恥ずかしいよ。